どうも、エルです。それでは、ゼルダの伝説、トワイライトプリンセスやっていきたいと思います。さて、前回だいぶ苦労したんでね、やっていきますか。ただ、結構頂上付近というかね、そんな感じなんで、まあ、そろそろボスではないのかなとは思ってんのよ。ただ大変なんだよね。あー、プロペラ式。このままいけないかな。うん、プロペラやね。いやー、のんびり。おー。下からあるね。そう、ルピー。まあ、20ルピー。これでまあ買えるものを買えるようになったって感じか。おお。タイミング見ていかないとダメだってことだね。倒したらなんか、もらえそうな雰囲気あるけど、おえー、取れないタイプか。届かないんだね。あ、ドラゴン飛んでる。あれだな、一回片付けるか。いやあ、どう見ても潰してんだよな。宝はあれはなんかわかんないけど、多分ルピーだろうね。次はくぐっていくパターンか。単純に移動が大変だからね。これ、ね、ぶら下がりだけじゃなくて、あれできたらよかったのにね。ブランブランってね。ちょっと待って、画面、画面、やめてそれ。これぐらい、よし。なんかなあ、降りちゃった。ルピーだろうなって思うと、あんま取る気しないよね。あ、ボムだ。意外と。また出る？あの花。これね、さっきのが来ないといけないんだよな。
はい、来たんで進めよう。いや、まだ続くかな。遠いね。なんならボス部屋の鍵もまだゲットしてないのよ。それが不安でしかない。もうギリギリに配置するからね、こうなるよね。え、マジで？ギリギリしすぎじゃない？ここか。もうちょい見えるところ。見えずれー。見えずれーよ。もうすぐ、もうすぐ、もうそこまで行けばボスだと思う。後ろ来い。やり直しは嫌だ。はい、敵をロックオンしてくれ。リザードマンか。中でいいの？そんな。そんな単純でいい？あ、でも中だね。いいのかな？めっちゃ単純だけど。めっちゃ回ってるわ。あー、また下に降りるパターンか。ルピー回収しよっか。で、アイアンブーツかな。してもあんまり意味なくない？ほら、違うか。なんかスイッチあんのか。なんか綱渡りがあるね。あれ、上の敵倒した方がいいか。こいつなかなかとどめさせれないからね。で、はいはい、で、ツタ登れる。なんか追加来たな。補給されたな、倒したと思ったら。うん、次は補給されてない。ちゅうことは、あれか。一緒狙わないと、一撃じゃないってことか。
ちょっとたまには狼なってみるか。狼でしかダメなんだ、綱渡り。マジか。めっちゃ嫌だな。これ地味だけど、倒しづらさのことを考えたら、切り替え大事やな。うん、OK。落ちないでよ。落ちるよね。そういうとこよね。上来た。上来たけど、あーダメか、きついね。リンクだ、なんか狼だって結構戦闘はきついね、やっぱね。やめてください、ハメはやめてください。これで鍵はゲットできるから、まあ、ボス部屋も近いってことだね。いやー大変。さあボス部屋の鍵ゲット。疲れた、単純に疲れた。ってことはこっから降りるんだ、下の方ね。宝欲しかったら回ってこいよって感じだね。ああ、これはここだね。え、正面でいいの？まあ、正面か。あれボス部屋、まっすぐでいいのかな。じゃあマップ上はそうだね。風吹いてないんだよな。ん？ああ、ここにあんだ。気づかん。で、ブロック、アイアンブッツだね。はぁー、初見殺しすぎやしません。違う意味で。めっちゃあれだね、隠すねー。
ま落ちてもらって、大きいうちでいっかな、来ると思うんだよね。いや、意外と。来た来た。よし、オッケー。手前か。まあでも綺麗だよね。そんなゆっくり見る暇なかったからな。もうちょいボス部屋の鍵はゲットしたからね。ギリギリ攻めてきたね。マジか、そういうことするんか。タイミング悪かったらってことよね。ほい。お宝発見。何がある？向こうにはなかったんだよね。ハートのかけら。いや、ルピーかー。マジでこれ、最悪なの1からじゃね。うわー。いやいや、最後の最後まで落とし穴って。よし、一旦ここでちょっとセーブさせてもらおう。だいぶセーブしてなくて。もう落とし穴で死にそうでさ。マジで。いやうん、めっちゃ襲ってくる音するね。2体か。いてー。やっぱ倒すべきなんかな。一票見て。いいよ。あとすげえな。ちゅうか、めっちゃこれ逆いってー、マジで。うわー、厳しいねー。やっと届いた。判定乗らないっていうのが一番きついな。いやー、次は？さらにか。これ
マジでさ、いや判定ないってどういうことよ。しかもこれあれなんだよね、同じ場所に打ち直せないからね、今引っかかってるところね。それが結構大変。多分その高さだろうね、足りてないのね。さあこれ一回回って右側かな。で、こっちが回ると、あ、下を回してっていう流れなんだろうな。はい、ボス部屋来たー。はあ、さすがにこれじゃいけないよねー。これちょっとおばちゃん頼むわ戻れ。もうこれちょっとここで回復なくてとかはきついねはい、戻ってきました。悪夢やね。いやー、おばあちゃん使ってーと思ったけど、なかなか対策されてたね。さあ、ボス戦。ドラゴンだろうと思うんだけど。上か。上？いや、いけないね。どういうこと？ちょっと待った。どこ行くのこれ。あったー、マジか。あー、マジでそういうのやめてくれ。きつい。あー、ちょっと待って、セーブしといていい？あー、マジか。もうちょっと、ちょっと待って、この男女全体としてもうちょっと分かりやすくしてほしいわ。おー、なんかめっちゃ装甲まとってる。かっこいいねー。ナルドブレア。尻尾だけ色違うんだよなー。おう、アイアンブーツそんな重いの？アイアンブーツめっちゃ重っ。マジか。あ、あ、これの繰り返しだ。走行範囲で、の繰り返しだね。よし、はい、ナイ待機
はい、待機。アイアンブーツ。はい、2回目。うん、遠翼竜だね、確かにね。ん？まあまあ、さすがにね。あ、怒った。こうなると、こっからは、普通にか。お、次浮遊植物。あー、でもあれ使うんだ。とりあえずどんどん上にからだな。ほい、で結構高い。刺して刺してどんどん刺せ。はい、ナイス。この時ダメージないのか。いや、あのブレスがちょっと苦手だな。画面操作が若干酔う。はいはーい、次また上ね、ドラゴンちゃん。浮遊植物、問題はどっちに履くかなんだよね、ブレスを。いやーく見て、はい、画面見て録音して、おっせかったか。いやー、しかも知って火のダメージもだから結構痛いね。うん、早かったね今の。大変だね。全然ブレス履かないじゃん。いいよいいよ、これは順調順調。酸欠なあれ、で、2回目。あと1回ぐらいか。いいよ、俺は先上。あー、押さないで。はい、ここ
まあ、やっぱ3階だよね。これでね、ロックオンがね、逆一回向くと、はい、きつい、やばい、はい、無理。いや、ロックオン固定できないんだよな、ホブキ。仕方ないね。難しいな、右スティックめちゃくちゃ進みたい方向してるんだけどさ、ロックオンがガン無視するからね。この辺りはうまいこと頑張らんとな。あ、どうしてもこっちに来たから。さあ、ラスト一発のはず。急に変えてきたか。それで終わり。はい、とどめ。さあ、4つ目のかけら、これで全部だね。全てが揃った。なあ、エルサ、賢者のおっさんたちが言っていたことを覚えているか。限りの鏡がなくすことができるのは影の一族が認めた長の身だっていうこと。残党は限りの鏡をかけらにすることしかできなかった。だから奴は偽物の王なのさ。鏡の間に急ごう。女性も偽物は偽物、いくら着飾っても本物には勝てないってことを証明してやろう。ってことは影の王の一族ってことか。なんだろうな。天空めっちゃついた時は楽しかったけどさ、トータルただめんどくさいっていう。
マジで。ただトータルめんどくさいで終わってしまったんだよな。まあそうだね、仕方ないね。どうしてもキャラコン的なのは昔のゲームだから遅いっていうのもあるからね、言うこと聞かないとかあるから仕方ないんだろうけど、ちょっとまた苦労しそうだね、次からのギミックはね。はい、ということで、今回ここまでにしたいなと思います。ということで、ここまでご視聴の方ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。